犬井しやつは、土佐藩士。板垣大輔家の分家から左八正春の養子。養名、楠木屋田。字は、一郎平。変名は、板垣深志次郎。土佐藩藩士、元山彦屋重吉の嫡男。家禄は二十八国八都。妻は、土佐藩士妙人間八前衆の姉。元山忠一郎の議定にあたる。ゆえあって、 文政4年7月28日、片坂源西へ、追放処分とされた、元山重吉の着難として生まれ、署名を、元山楠すと称した。実邸に、元山茂る進がいる。本三家の文家の本山茂るように養育され、元山茂等の義兄弟として育つ。文政13年11月24日、土佐藩主、山内豊介美代、ジップ。 元山重吉の実景、犬井正春が病気で無失死のため、楠木八田が正春の養子となることを仰せつけられる。天保2年3月28日、矢部正春の後目五人不切れ不幸十国のうちの七国を、下し置かれ、格式そのまま新御古将を仰せつけられた。天保10年6月18日、里英様、幾松様付きを仰せつけられる。 同年10月2日、同約五不御免同年10月15日、里英様、幾松様付きを仰せつけられる。同11年1月30日、同約を五不御免同年7月14日、兵部様、幾松様付きを仰せつけられる。同年8月12日、同約五不御免同12年4月25日、正五郎様付きを仰せつけられ。 薬量米八国を下し置かれる。同十五年一月三十日、土佐藩主、山内豊イオテルミ薬を指し免れ薬量米を除かる。同年七月二十五日、四季部様付きを仰せつけられる。七月二十七日、同薬五百五面。高下二年三月十五日、山内大学様付きを仰せつけられる。三月二十一日、同薬五百五面。 同年5月13日、昇る五郎様月を仰せつけられる。8月27日、同約五不五面。同年9月16日、内前様月を仰せつけられる。同年11月21日、同約五役五面。同3年9月28日、再び内前様月を仰せつけられ、薬料米八国を下し置かれる。同4年12月1日、来春。 内善様が、江戸表へ、お越しになられることになったため、そのごくを仰せつけられる。帰2年10月2日、土佐藩主、山内と重美代、内善様府の五百五面を仰せつけられ、薬料前を除かる。同3年12月5日、大学様付きを仰せつけらる。同12月17日、五百五面。同4年1月9日、ただし三郎様付きを仰せつけらる。 1> 同1月10日、おみさおがえをもって、のぼるごろうさまつきをおせつけらる。同月13日、のぼるごろうさまつきをご五ごめん同年8月18日、大学さまふをおせつけらる。同8月20日、ご五ごめん安政元年10月19日、菅ろうさまつきをおせつけらる。同年12月21二十一日、菅ろうさまつきをおせつけられ。 薬料米発国を下し置かれる。安政2年4月14日、人員削減のため、505面。薬料を除かる。同年5月29日、菅三郎様月押付きを仰せつけらる。同7月17日、505面。同年8月19日、菅三郎様月押付きを仰せつけらる。同11月4日、505面。同年11月27日。 菅三郎様付きを仰せつけらる。同三年日四月七日、五不御免同三年六月二十八日、菅三郎様付きを仰せつけられ、薬料米発国を下し置かれる。同五年一月十五日、これまでの薬料米発国のうち、五国五家増分として引き置かれ、三井氏はそのまま薬料として下し置かれた。万延元年一月三十日、 土佐藩主、山内豊藩民よ、菅三郎様月を指し免ぬがれ、薬料前を除かる。文久元年4月27日、雅楽女王月きを仰せつけらる。同5月6日、五役五面。同2年3月30日、五千下ぶりをもって、五小生組を仰せつけらる。同年12月11日、臨時御用立陣をもって、来る12月20日より、 北山中国路を通り、江戸表へ差し立てるよう押せつけられる。文久3年1月8日、臨時御用立人をもって、江戸表へ差し立てられ、京都に、通過の際、五千銀ぶりをもって、京都在留を押せつけられる。同年1月26日、江戸表の地教員様ご帰国御用をもって、用意調次第、江戸表へ、差立てるよう押せつけられる。 8月18日の政変の後、同年8月23日、定常院様付き、ご衆議本締め役とご広司式役を、検体を押せ付けられ、薬料米発国を下し置かれた。この勤務のため、同年9月7日、京都へ差し立てられ、来る9月21日、乗船するよう押せ付けらる。現時元年5月15日京都において、 小目付け役と五文美業用を検体を押せ付けらる。従来の役料米もそのまま下し置かれた。同年同月同日京都において、前期の役職に加えて、院宮様御用向きを務めるよう押せ付けられ、この分の役料として、白銀五十枚をなし使わされた。現時元年五月十七日、京都において、前期の役職そのままに加えて、文部長役。 かつ探索後用を検体するよう押せつけらる。同2年1月27日、前期の役職を差し免ぬがれ役両舞を除かる。現時元年7月15日、長州兵の入京を阻止せんと、薩摩藩士、吉井康介、土佐藩士、犬井正しや厚、久留米藩士、大塚圭介の3名が、大木町事特定を訪ね、従来の町名を維持し、 長州の単願を許可せぬよう家中を通じて伝える。同日、偽装、大木町三条佐根なるにも、道場の三人が訪れ、長州へ承知は、追悼の外なきことを伝えた。さらに、翌7月16日、道場の三人は、陰宮、朝彦新郎邸を訪れ、薩摩藩士、大島吉之助、吉井康介、久留米藩士、大塚圭介、 田中文次郎らが開始重ねて、長州藩士の入京を阻止せんことをおぎす。翌7月17日、意見書をまとめて、連書で朝廷に検白。その決意を求めた。長と最小府死の儀、去年8月以来、直観校。味噌の藩身単眼とはながら去る、一数兵器を、愛刑、近畿所々へ遜集法要、天朝公姿無憤行ところ。 寛大の五人情もって、再取り批分妙のひため在御沙汰公徳とも、今も公原不院筆談人以下にも、笹具あり公。終事者、たとえ申し立て公すじ、上正直のとも、欠事故のままご許容ひため、在義一万遊魚座まじくと、笹具あり公徳とも、自然右な御病儀にもひため在公辞者堂々たる、天長のご意向ながら廃替実るも、 五大事のお場合に、捧ぐあり方。方向にエビスマン愛せまり不要意御辞儀は、一旦長剣、地に、落ちこう示者、後日何をもって、後意進行かせなり。人不可善義につけ、速やかに、断然と、男をけひため、在校様上、しかも捧ぐ懇願講。不詳我々、狂金利経営賞金講義も、全く超位不敗返す様尽力し候 部門当然何分何目し捧ぐありにつけ、三犯罪協の重役とも一同猿団捧ぐ、単眼工事。7月17日、松平修理大部内、吉井康介松平とさ森内犬一郎兵ありま、中塚さ大介内大塚圭介うど。田中文次郎はまぐり五門の門中に残る断魂、これらを受け調停は、 現氏元年7月17日夜、大会議を開くこととなり、関白、二条成行、右大臣、徳大寺金と、中塚佐教宮、陰宮、有栖川措置宮、山品宮、内大臣、この枝田さらが三大して相会議を行い、ついに、長州藩を追悼する旨を決定した。これにより、翌7月18日、大納言、大木町三条さめなる、 六条有雄、佐、柳原三成、野野宮佐大皿は、長州藩の京都留守居役、野見織江を、六条家に呼び出し、天竜寺、以下、伏見遁州の老子を胸中に、陰筆化猿様、若又お葬居者、追悼日屋小筆工事と元礼を伝えた。また、九行一同には、法魂の形成、下級戦争京南高徳とも、 非道玉座講義、無の死費行で工事と発令した。飲み折り絵は、右の胸を山崎と天竜寺の遁営に急報男山に婦人していた、増田上門助の本陣では、長州藩の諸将が軍議を開き、入江九十一、草加玄瑞らは一旦、退却して、再起を図る戦略を述べるも、新軍を主張する、島又兵らの意見から、ついに、 初対同時に三道から進軍し、君への縁を進すすぐべしと決した。よって、草からはここに水杯をして、内地にお覚悟した。追悼総督の一橋義信は、先手となる、伏見方面へは、大垣藩をして守らせ、彦根藩を二番手に布陣。桃山の要害は、合図、桑名の両藩に守らせ、丸岡藩、小倉藩は、山崎方面、鯖江藩、 人氏政治その米藩は文後橋の敬語につかせた源氏元年8月30日朝彦親王へ関東風文書を法廷し幕府側の情勢を伝える源氏元年9月2日朝彦親王より将軍徳川家持の上坂終戦を相談されるただし奴は上の者と相談する旨を告げて帰った源氏元年9月4日 朝彦親王へ、土佐藩としては、将軍、徳川家持の上坂終戦は難しい。この件は朝彦親王より、合津藩へご相談されますようにと返答。朝彦親王は、合津藩士、手代木すぐえもんを呼びこの胸を相談し、承諾を得た。慶応元年4月19日、朝彦親王へ、木貫之の親戚のすり物を献上。ゆえあって、 同年8月23日から9月7日まで禁止。慶応2年4月26日、正の女王好きを仰せつけらる。同4月27日、五百五面。同年6月6日、長棒探索御用のため、予習北愛刀表編へ差し立てられ、用意調次第早々出足を仰せつけらる。出たちの日や詳細は別書面にて伝えらる。編名は、 板垣深志次郎。同三年二月二十七日、朱末様月を仰せつけらる。同二月三十日、五百五面。同年五月二十一日、土佐藩士、犬井大輔、谷立キュが、中岡慎太郎の仲介により、薩摩藩が郎、小松立脇の京都滞在先の偶居において、同藩士、西郷隆盛、吉井康介らと、薩土倒幕の密約を結ぶ。 同年6月28日、小無様五難度役を仰せつけられ、役両米を下し置かれる。7月17日、中岡慎太郎の意見を参考にした犬井大輔によって、土佐藩渋滞設置の例が発せられる。7月22日、犬井大輔は古式ゆかしい北条流湯みたいは、儀礼的であり、実践には不向きとして廃止し、新たに渋滞編成を行い、 四角別戦隊、計画別戦隊などの不評大隊が設置。近代式渋隊を主軸とする平成改革を行った。さらにこの日、中岡慎太郎が、土佐藩、大目付、元山忠一郎に幕府の動静を伝える密書を送る。中岡は本山宛の書簡に、議論、終戦も結構だが、所詮は武器を取って立つの覚悟がなければ、空論に終わる。 殺鳥の息をもってすれば、近日必ず回戦になる情勢だから、陽道校もそのお覚悟がなければ、むしろ終戦は中止あるべきであると書き綴っている。8月6日、犬井大輔が、東西兵学研究と、騎兵修行創始の例を布告。明治元年2月10日、五百五面。薬料米を除かる。同年3月13日。 古目付け役格式を馬回りを仰せつけられ、役寮を二人、淵十二国を下しおかる。五軍備女用と、文部長役を検体し、取り抜け勤め地道官係を仰せつけらる。同年四月十五日、同役をもって、理大都市、裏戸より上船にて京都へ差し立てらる。同年うるう四月三日、従来の役職はそのままをもって、関東へ差し立てられ、役職は、 大いごめつけ役を仰せつけられた。同年うるう4月13日、外利を仰せつけられ、費用の筋もこれあるべきにつき、各分付き金15両を下しおかる旨大阪表にて仰せつけらる。同年7月6日、京都へ在勤中、旧五用をもって、土佐え帰着。同年12月17日、小木つけ役と検体の諸役を差し免れ、薬料を除かる。 格式号小生組を仰せつけらる。明治2年1月、京都において、板垣大輔、後藤昌二郎らと写真を撮影。明治3年5月25日死去。ただしやつは無死しゆえ、板垣大輔の次男、板垣正子を講師として、家を継がしめた。ありがとうございます。